おはようございます。始まりました。森鉄3チャンネルですね。はい。今回はですね、そうです。メインチャンネルでやるの忘れちゃったんで、今年の目標をちょっと話そうかなと思いますね。今年は、まあ去年は YouTube 始めたんで、まあ始めることは誰だってできるわけですけど、今年はちゃんと伸ばしにかかりますね。去年はね、1万人目指してやって、それよりはうまくいったという感じですが、今年はちゃんと一年やったその知識を持ってますんで、それを大いに出したいと思います。多分もう1月からびっくりすると思いますので、お待ちください。この1月、2月に相当勝負をかけてきますというか、やりますので、期待してください。で、コラボも実現します。かなり大きなものをやっていく予定にはなってますね。で、チャンネルが大きくなって、他にもやってるプロジェクトがあるんで、そのプロジェクトがうまくいけば、あの YouTuber もあの芸能人も呼べるかもしれませんので、はい、本当に皆様のねご協力をお願いいたします。チャンネル登録をよろしくお願いします。いろいろな打ち合わせをやってきて、本当にこれがうまくいくのであれば、まあ前にメインチャンネルで言いましたけど、予備校業界引退すると思います。本当にそれが早く実現するかもしれないです。うまくいけばこの1年で実現してしまうんじゃないかなっていう状況ですね。この1年なんで、それを準備する期間になると思いますね。去年はね、いろんなコネを作るというか、今までずっと一匹狼でですね、英語さえできればいいみたいな感じでやってきたんですけど、まあそれも違うなと思って、いろんな人と会ったっていうのが去年だったんですが、でその人たちに会っていろんな刺激を受けたので、今年はそれを様々なプロジェクトに生かす準備をする期間という感じになるかなと思いますね。どんなのかっていうのはね、随時発表していきたいと思います。やっぱりこう人と会っていくとすごくやっぱ刺激になるっていうのをすごく感じましたね。まあ経営者の人とかと会ったりとか、いろんな開発をしてる人とか、マーケティングやってる人と、金調達とかね、そういったことをやってる人、あと企画をいろいろね立てたりする人の話とか、やっぱ凄腕の人たちともね、会ったりすることがあるんで、そうするとすごいですね。やっぱり、あ、全然違うなと。やっぱ今まで自分がやってきた畑とは違う、こういうものもあるんだなと、すごく刺激になっていますね。本に関しては、50冊出てるから57冊かな、今年は。57冊目まで出てくれればいいなというふうに思っております。ということで、今年の目標ですが、まあ、まず YouTube できちんと知名度は上げると。ここは伸ばしますので、はい、見ていてください。でやると。で、それに加えて、きちんと来年からの事業を準備します。はい、自分がやっていく事業プロジェクトをすべてね、整えば、本当に別世界というか、になりますので。だから今年はね、また去年以上に様々な人と会っていきますし、様々な人とのコラボっていうのも実現しますから、はい、そこは楽しみにしてくださいね。すごく大きいと思いますので、皆様の応援待ってます。チャンネル登録待ってます。期待しててください。で、明日は、このね、どういった本をね出すのかっていうのを説明していきます。さらにね、絶版になった本があるんですよ。なのでね、その辺のね悲しい話をしていこうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.